こちゃんの。おお、すごい。じゃん。おお。カレンダー。やばい。すごいでしょ。で、裏でかなってんな。裏こんな。ああ。かわいいでしょ。どうですか。素晴らしい。2024年カレンダー。へえ、結構これぐらいのサイズ。おてて。去年の倍ぐらいのでかさになってんの。そう。で、これなんか。これ何、自分で選んだ。でかくしてください。勝手になった。写真とかは自分で選んだ。で、こうなっていて、見開きでまず1月から12月まで。おお !1 月とかいいや。見せていいのか。見せていいんじゃん。はい、1月の写真はこんな感じになっています。そしてここに予定を書き込める。これいいね、これ予定いっぱい書ける。うん、予定書き込めるタイプ。いいね。そうそう、うちこういうの使ってるんですよ。おお、いいじゃん。いいね。2月っぽい。3月、うん、いいね。え、めっちゃいいくない。いいね。綺麗でしょ。これはあれじゃないですか、旅行先の。違います。あ、違うの。これはあ、そうなんだ。そうで、これあ、これはいるでしょ。6月はやばいね。6月やばいよ。はい、6月はもう、これはもう旅行のすごくいい、福島の傑作です。そう、いい思い出、いい写真、ね、これはもう入れなきゃと思って入れました。ここ行きたかったから。そう、うわー、めっちゃいくない。7月もすごくいい。はい、7月もこれも皆様記憶にあるかもしれないんですけど、アリゾナに行ってきました。そう、アリゾナ感のある福島の浄土平でございます。アメリカじゃない、浄土平の、1枚ですね。とてもいいスマイル。見て、これもいいでしょ。8月らしくて爽やかでさ、あー、かわいい。これ9月早くない？今9月は夏だよ。夏の写真ってほとんどないの。そっか。10月、これはかわいい。これめちゃくちゃかわいいでしょ。はい、10月もこんなかわいい。そう、これ秋の渾身の一枚ですね。去年撮りました。舌がちょっと折り曲がっているのもあのポイントですよね。で、この口がちょっとこう白くなってきたのがこちらの最近の。そうそう、かわいいよね。イケメンポイント、うん、で赤でね、ちょっとトータルコーディネートしてみまして、とても秋らしい一枚となっています。はい、見てください。11月、そろそろ冬の雰囲気が。これはあれだね、丸の内だね。よう覚えてる。はい、12月。これどこ、覚えてないんかい。これは素晴らしい傑作です、ね。はい、傑作です。はい、去年よりは完成度高いんじゃない。そう、四季折々が出てる。こういうですね、あの壁掛けカレンダーを今年は発売していただけるということで、先に、あの一足先にちょっとチェックをお願いしますとメールをいただいて、今チェックしました。完璧でございます。本当にアニスターさん、ありがとうございます。で、まだ来ている。2種類来てるわ。2つのココちゃんカレンダーがまた来ています。使ってる写真は一緒なのか。それもね、私すごい迷って、あのね、今回いろんなあのタイプのカレンダーを出していただくことになったんですけれども、あのね、写真かぶってるものはあります。かぶってるものあるんですけど、かぶってないやつもあります。あ、そうなんだ。そう、あのね、かぶってない写真とか、ちょっと同じ日同じ場所で撮ったんだけど、ちょっと表情が違う写真とかも使わせていただいて、ほらね、違うでしょ。1月の写真は全部違うんだ。でも同じ時期に撮っている。2月と、あ、違う。ほら、違うでしょ。ちょっと3月で比較してみようか。3月の壁掛けカレンダーはこの写真を選ばせていただきました。これでこんな感じですね。で、これが壁掛けで、卓上カレンダー、今回2種類作っていただきまして、去年のカレンダー同様、前面に写真が出て、あの下に細かく日付が書かれている前面カレンダーが1つ、それから半分写真でちょっと文字が大きめ、日にちが大きめに写っているもの、そうそう、だからちょっとしたメモとか書き込めるタイプで、これが一つ。卓上カレンダー2種類なんですけど、全部写真が、3月は違います。はいね、でも同じ時期に同じ場所で撮ったものになります。はい、っていうちょっとしたこだわりがある。これただあのこれ3月の例なんですけど、同じ写真を使っているもの月もあれば、全く違うものを使っているものもある。2月は違ったでしょ。1月もちょっと雰囲気は1月なんだけどっていうような、そういう感じなんですね。5月は全然違う。そうでしょ、5月全然違いますよ。こっちの方が俺5月好きやけど。あ、本当？違います。5月はこっちの方がいい。
あ、ほんと？あ、4月はこっちの方がいいね。あ、1月どっちがいいかな。2月はこっちの方がいい。あ、マジ？表情が違うんだよね。どっちも可愛くて捨てられなくて、というような感じでございます。こちらの壁掛けカレンダーが一つ、ピンクのお花畑をバックに、してる写真が、この前面のカレンダーになります。このピンクのバックが前面のカレンダーですね。はい。で、こっちの緑のココちゃんが、写真半分です。これ全部1月から12月まで全部写真半分の縦撮りの感じになります。はい。なんか卓上カレンダーはこの2種類あると思ってください。前面の卓上カレンダーと 半分だけの写真の卓上カレンダーとね。はい、そんな感じです。で、今これまだ3種類なんですけど、なんと今年ノートも出ます。あ、そうなの？そうなの。すごいでしょ。だからノートタイプも出る。カレンダーなの、それも多分。うん、ちょっとね、カレンダー屋さん、いや、ちょっとよくわかんないんだけど、でもなんかうち作りますって言ってくれたから、じゃ あのお願いしますって。じゃあよかったね、カレンダーでノートが出る、うん。そしてですね、10月から先行販売で目黒駅と販売、実施販売するらしい。なんかどっかのお店で出るんだって。その目黒駅かな。なんか今まではほらネット販売だったじゃないですか、うん、去年とかね。でも今年はなんかココちゃんカレンダーを実際のリアルの店舗で販売展開したいですって言っていただいて。行くの？あ、見に行きたいね、せっかく。え、行かない？見に行く？行きたくない？あなたは売る側じゃないんだ。え、あ、違う違う、私はスタッフとかじゃなくて、いや、私は写真を提供しただけで。あ、そういうこと。でも、うん、普通に購入者の方だから。そう、見に行こうじゃん。見に行こう。そう、だからちょっと客として、そう、客として見に行こうと思うんですけど。で、顔も、うん、まあちょっとその辺の詳細はまた、明らかになったら。へぇ、面白いね。うん、でもちょっと今の言っていいか分かんないからカットになるかもしれない。いつ情報公開になるか分かんないからっていう感じです。はい、じゃあよかったね、いっぱい写真撮ってもらえて。はい、ということで、カレンダー来年も2024年も出ますよというお知らせでございました。またカレンダーに関して新しい追加情報とかありましたら、新しく、改めてね、動画作ろうかなと思いますので、またご覧ください。はい、最後までご視聴ありがとうございました。じゃあまた、バイバーイ。どれが良かった？いや、意外にね、うん、あの全部買いたくなる。あ、でしょ？そう、いやらしいなと思って。いや、だって、え、なんでよ。私も全部、どれもこれはこっちがいい、これはこっちがいいってあったもん。あー、いや、だって本当選べなくて、制作さんのも選べなくて、だって選べます？あれも使えて、これでもだいぶ落とした写真あるんだな。もう厳選したものしか使ってない。このジレンマよ。なんで1年って12ヶ月なの？これが一番いいな。あ、ほんと？これは。これすごい美味しい。これはもう、これもちょっと使うね。で、全部使うんだけどさ。これ会社に持ってっていいよ。半分だったら使いやすくない？